なとか思えてないはず。待ってな、熱帯魚入りバケツ。姫路って書いてある。お城？魚のこと？うん、かな。姫路、姫路、発音が違う。姫路、なるほどね。どうやったら取れるんだろう、猫ちゃん。時期は海藻。あ、これ危ない、危ない。これってさ、全部一緒？また、シュンシュンシュン。だんだん日が傾いてきましたよ。いえ、違う、あ、私はじゃあ砂でも採取してよっかな。千年代、あ、やっぱ違うんだ。はい、あれ何種類いるんだよ。よいしょ。雨がすごい降ってる。ジーノさんは何捕まえたの？え、何も？え？え？嘘だろ？バケツ持ってるのに？ああ、そういやそうでしたね。じゃあちょっと水でも汲みますわ。いや、魚つん汲んでよ。魚汲んでよ。でも魚大変じゃないです？え、君何しに来たの？一緒に。え、ハイタカさんがどっかで死ぬかなと思って。嘘だろ、お前バケツ買いよこせよお前。捕まえてくるからよ。役立たない、はい、水入りじゃねえか。そう、たまたま手元にあったんで。ジーノさんここいる？ええ、しばらく砂を集めてます。分かった、じゃあちょっとモズ魚取ってくるから行ってらっしゃい。どっか行かないでね。はい、ハイタカさんが死んだ時にはちゃんと遺品回収しますんで。うん、絶対に回収して、そして夜になったら教えて。あー、了解。っていうかいなくなったんだか、どこ行った。うーん、あ、ここつけまえた。うーん、はぁ、うーん、ランパ線も作業台忘れちゃった。登れるでしょ、猫ちゃん。あったあった。入った。嘘だろ、ただ食い。猫。ただ食い猫ちゃん。まずい、日が暮れる。青い子だ。うん。よっしゃ。ネギス。ネギ？うん、違った。メギス。キス？大丈夫？耳。シンプルに心配してるけど大丈夫？いや、難聴気味ではあるんですよね、でも。電話とか出た時、まあ、滑舌が悪いって言いたいのか。いや、そうじゃないですけど。埋めるぞ。埋めるのはやめてほしい。砂は死ぬ。確かに、ジンノ、ここでジンノさん失ったら、もずも死ぬ。寝る？どうする？寝る？別に寝なくても私は平気ですけれど。トラも今村にいるから。まあ、いいんじゃないじゃん。わー、遠くにスケさんがいるんだね、あれ。いや。ん？たまには夜のゾンビだ。ん？わかんないや。さっきいたもん。まあいざとなったらめっちゃおしゃれ。ハイタカさんがやってくれるんで。水中にゾンビいるもん。ああ、それは良くないですね。ドラウンド、やだな。行って。あいつら上がってくんの。ええ。いや、これで全部よって水陸、水陸両用で、しかも強い。水陸用。うん。いや、ただの。やばい、クリーパー来てる。寝る？これは寝た方がいいのかな。ここで寝れないんだ。寝れんのかな。さっさと寝る？さっさと寝る。クリーパー来る前に。オッケー。オッケー。寝てくれ。足元にクリーパーが見える。
でも、クリーパーは朝になってもいる。そう、いるんですけどね、うん。これ以上増えることはないけれども。猫ちゃんは諦めよ。ずっと目が合うの嫌なんだけどな。新しい魚取ってこようかな。ペット使うか。なんか楽しそうじゃないですか。折れてる折れてる。さすがに水中はあかん。水中でプカプカしながら焦ってる人がいるんですけど、何を遊んでいるんですかね。満喫してるね、マイクラ。いいね。違う、そういう満喫じゃない。望んでるのはそういう満喫じゃない。よっちゃん、いいじゃん。陸なら大丈夫だ。来い、いつでも。せっかく魚取ってんのに。ちょうどなんだ、普通の森にもいたからな。なんかタフライフィッシュ。うわ、またあるあれ。なんで、あいつらもなんか海入んの嫌になってきたな。なんか、あー、何の足音かと思ったらハイタカさんか。脅かさないでくださいよ。うそん。とりあえずまあのさ、あの沈没船どうする？え、まあ放置でいいんじゃないです。そっか、だいぶあれスポンジってどうやって作るんだっけ。あれは作るものではないのでは。かい、あれじゃん、水中にあるでしょ、多分サンゴ礁のとこ。え、あー、サンゴ礁をまず見つけてないんだよね。え、サンゴから作る感じ？海面？海面じゃなかった？そうなの。変わってなければの話。なるほど。この時代を知りませんわ。昔の記憶だからな。ちょっと気になるな。サンゴ礁を見つけよう。サンゴ礁を見つけに行く？なんか、ハイタカさんは撮ってていいですよ。やだ。なんで一人にしようつんだよ。ベッドちゃんと回収しないよ。了解。そうでした、そうでした。ここにもう戻ってくるとは限らないだろ。そうですね。ガチャの始まりだ。悪行を始めようとしている人がいる。他の3人は楽しんでるのに。なんで奴らだ。これが俺の楽しみよ。苦行が。いいよね。人それぞれ楽しみが。水中ゾンビやった。ドロップ増加さんはまあ、まだいらないね。足屋のとこにもいるのかな、あの髪。あ、ここか。めっちゃ近いじゃん。え、どこ？ここ？え、目の前、目の前。あ、ほんとだ。どう見てもサンゴ。あったでしょ？結構広いよ。うん、広いね。強化がある。これでもどうやって回収していこうかな。で、海面？え、サンゴを取ればいいってことじゃ。いや、なんかね、サンゴもいろいろ種類あんの。おお。確か。うんうん。いろいろさ、ポジってみ。でもこれ、水中ですけど、取れるんですかね。そこだよね。エンちゃんと何にもないから作業中に窒息して死にそう。水死の入ったかもずになりそう。浅い水深のとこ、なんかさ、掘った後浮いてくるじゃん。ワカメとかもそうだけど。あ、ドア作ってさ、水中で呼吸できるようにしとけば。あー、そう、ね、そういう裏技。ドア？だな、うん、ドアをね、ポンって置くとそこを息できる。どういう、どういう理屈なの？昔からのマインクラフト七不思議の一つです。なるほど。あいたかさん、作業台あります？え、待った、え、これジャングル？ジャングルあった？え、これジャングルですね。
こんなとこにいきなりジャングルが。あ、しかも溶岩。メサしか気づかなかったな。え、なんていうか、切り取ったかのようなジャングル。違うあれなのかな。あ、ハイダガさんどっか行っちゃった。ジノさんどこ行ったの？よいしょ。ジノさんどっち行ったの？この辺ですよ。見えますよ。見えますよ。あ、いたいたいた。なんでそんなところで見守ってるんだよ。いや死なないかなと思って。すぐ殺そうとしてる。違う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 。死なないようにっていう意味ですよ。あ、そういうこと？ええー。絶対違うよ。なんで？絶対違ったよね。違う違う。ちょっと絶対違ったよね。絶対違った。お祈りしてた死ぬの。祈ってはない。トラさんさ、うん。ガラツリさんの。エンチャントボンは欲しい？いらない？欲しい欲しい。いや優先度低いでしょそれ。いや低いよ、かなり低い。低いけどいるかどうかって感じ。あったら嬉しい。釣りするモチベーションになる。作業台作る。でもん、じゃあ私作りますよ。はい、じゃあ交換しといた。おい、やったー。まあね、これでドアを作ってマルチの世界だから。ドア。ドア。ドア、何でもいいからドア。縦に作ればいいか。自分のね、ところでやった感覚だとね、やっぱね、うん、鉄で攻撃するのが一番エメラルドが楽だった。紙。うん、今ね、必要枚数が多いから、なかなかサトウキビが追いつかないって感じだったね。そういう効率もあるな。うん。広告します、ジンさん。サトウキビが追いつくんだったね。うん、何ですか？ドアの作り方が出てきません。あ、出てきた。すぐ出てくる、やめてほしい。いや、もうちょっと注意深く見てほしい。まさかポンコツみたいじゃないか。ポンのコツですよね。毎日1ポンコツみたいな感じで。出てきてる、出てきてない。継続は力なりだよ。ポンコツの継続ってこと？これは何の力になるんですかそれ。え、これは水中に作ってくればいいの？うん、まあ、その辺で波打ち際とかで置いてみれば分かりやすいんですけど、うん、この水中とかで、そう、置けないよ。これドアじゃなかった。何やね。違うな、ここじゃないな。まあまあまあ、どこでもいいですけど、そうやって置いたところが、そういうことか。なぜか水が弾かれるんですよね。なるほど、そういうこと。はい、それを使えば、息継ぎだけはできる。でもさ、はい、今ちょっと上辺だけ先取ったけどさ、はい、なんか死んださん、なんだっけ、死んだミレポラサンゴブロックになるんだけどさ、うん、うん、生きてないの？まあ、水に入れたら生き返る？生き返る？こんなんある？なんかさ、水から出しちゃうとみんな死んじゃうんだよ。まあ、ひとまず今回は生きてようが死んでようがスポンジになってくれれば助かるんで、この辺どんな感じなんですかね。こいつだけど意味なくない？これなんかでも材料になるんじゃないんですか。この作業台で加工ができるとかそういうのはないです。とりあえずね、1個だけじゃ何とも。レシピ解放の
なんか通知とかなかったです？何も来てない気がする。なるほど。なるほどとか。なるほど。朝になったら行くか。今何時？今夕方。ね、大体。サービス。そうね、大体ねか。寝ました。寝た。はい。ジノさんの子守歌で寝た。あ、え？俺ペットあれ、まあ、ラビットに使っちゃったからね。こんなマグマの近くで暖を取りながら寝てるのに。このマグマを。子守歌？子守歌ってさ、どのイメージ？ねえねえ。眠れ、眠れ、にゃなにゃなにゃなにゃにゃにゃ、はいはいはい、あーはい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 、こんぐり歌ってるのじゃな、頃から悪がきねえよ。え、なんだ、あ、ちょっとハイタカさんやめて、ギザギザハートだ、それギザギザハートしてる、ハイタカさん、ジャングルだ。せっかく私がこれを燃料にしてこれからかまどを作ろうとしていたところだったのに、ごめん、ついつい遊び、あっという間に冷やしましたね。出来心で半分ほど冷やしてしまいました。もう全種類取ってきてください。行ってきます。まああと作ろう。ゾンビいないかな。大丈夫かな。出てくる前に。なるほど。寝たから大丈夫でしょう。なるほど。ここだけ空気あんだろうな、ジャングルだ、サンゴって何、勝てんだけど、これいらない、何これ、で、これで全員固定化されてる、船か、いた、いた。空気がなかった、うん、死んだ、よしよし、ノーサンゴブロック、ノーサンゴ、ノーサン、ノウサンゴ、ノウサン、ノウサンゴね、うん、で、そう、結構種類豊富だよね、めっちゃ、うん、でもさ、これをさ、台がわからない、ね、いや、全部灰色だよ、死んだから、うん、なるほどね、でも何かが作れるって感じじゃないんだよな、生きてないとダメってこと？ソフトタッチで取るってこと？いつも間違えるね。あ、シルクタッチ。ここはスルーするのが大人でしょ？いつも間違うな、この人って思って。口に出さないでいいじゃないですか。間違ってないのかもしれないけど。ソフトタッチすればいいだけでしょうが。そうよ。そうよ、そうよ。バッチして取れないって言ってるの俺は見てるよ、じゃん、何も、そうだね、今度から何も言わずに見守るよ、そうか、温かい目で、反目だろ、訂正してもらえなくなったらもう終わりだなと思って、終わりじゃないでしょ、仲間だと思ってたのに、そうなんだ、耐久度か、耐久度で結局死んだな、そうだね、いらっしゃい、うん、うん、いないな、うん、あ、狼だと思った、
ったらさ、オークの木の影にある白樺の幹なんだよ。全然違うじゃないですか。いや模様が似てんのよ、灰色の。ほほん、狙うは配給さん。あ、時間かかるなこれ。シーピクルス。おねくらさんずっとガチャってん。うん、だって俺裏でこれ5時間ぐらいやってたんだ。そうでしょ。なんかさ、米倉さんめっちゃ根性あるよね。うん、いや、まあ5時間、うん、まあ分からんでもないけどね。ゲーマーだなーと思う。分からん。なんかさ、モズもゲーマーじゃん。いや、時間ってさ、あっという間に過ぎるよね。あっという間に過ぎてか。まあそうなんだけど。まあね、そう、ジンゴさんもまあ根性はあるよね。ゲーマーってみんなこうなのってすごい思ってると。このね、作業をねやるだけだったらいくらでもできるんだけど、うん、いやそう、これをソロ配信で何か喋りながらっていうのが難しい。ああそうなの、そうね。いや逆に喋りながら気を紛らわせたくない？いや紛らわせたいもけど、いた、うん、ただひたすらとやったい。ひどいよ。ちゃんと話したじゃないか。耐久2か。うん、セマラは何時間でもできるか分かる。うそタイプか。リセマラね、何時間もやって5分でゲーム切るんだよね。わかる。それわかる気がする。そんな、わからんな。リセマラやったことに満足して。もういいよね。うん。うそ。それはちょっとわからん。だからなんかよくスマホのさゲームとかでさ、うん、特に面白いそうとも思わずにやるんだけどさ、やるの。ダメージ軽減4、でかいな。でも55か、ここでかいね。高いね。はいね。どうする？見送る？あ、わざわざ50エメラルドで交換しなくてもいいんじゃないって感じ。え、一回入れたら終わりなの？ちょっと待って。まあね、50台はちょっと厳しいか。でもダメージ軽減ってマジで出るんだよな。あ、入れ食い2が来たな。入れ食いって3まであったっけ？3まであったかも。バラ釣り3。バラ釣りがいいよね。これ何を取って何を取ってないんだろうかね。入れ食いと宝釣りがついてる完璧なわけでしょ？ここはちょっと。うん、とっても嬉しいね、それは。そしたら本も釣れると思う、さすがに。いや、ガチャで出した方が早いと思う。宝釣り1のあのクソ釣り竿をもう破壊したいぐらいイライラするもん。そうだね、全然来ないもんね、うん、修理したくねーってなる。期待しすぎでは。何にも釣れない、もう魚しか釣れないじゃんっていうイライラが募る、うん、普通の魚しか釣れないからね。いや、うん、そういうもんでしょ釣りって。いや宝釣りで売ってんだったらさ、そうそうそう、ちゃんと宝釣れろやって。3回に1回ぐらいはさ。いや、それはやりすぎ。釣れてほしいよね。10回に1回ぐらいはさ、釣れてよってなる。羊しかいない。優先がない。本当だ、遠くに来たのかな。うちも近いって全員死んでるんだよ。虫の敵って何かいる？虫の敵？虫の
雲。虫とかっていうのが、あ、雲ね、アンデッド特攻とか、雲。うん。雲ぐらい。蜂？あ、あれ敵もいる。敵になりうるか。やべ、入れ食いさんが出てきたけど、うん、マジで取りたくねえ。いらん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 。ガラズリさんで釣ろう。そうだ、もういらんじゃんけど。入れ食い。赤なんだっけな。アンデッド特攻5。大きいですね、それは。大きいね、大きいけど、それよりも耐久さんとかの方を優先したい気持ちはある。いや、5はなかなか出ないけど、おいくら ?42 かな。おどう寝る寝ようか。寝る、うん、まだ寝れないよ。まだです、ね、寝れた。はい、寝れた。崩れたポータルの脇で寝た。つや平和だ。サンゴがみんな死んでいる。あ、だからさ、やっぱり、うん、42か。やっぱり、うん、サンゴからスポンジはガセネタではないでしょうか。そうですね、作れる気配が全くしない。うん、手に入れたらなんかレシピ解放とか言われると思うんですよね。そうだよね。何のためにサンゴあるの。うん、こっち側の戻ってきた初期島の方でもさ、ゴーレムトラップ作る、うん、いいね。鉄はあっても、うん、鉄はね、マジいくらあってもいい、うん、今あるやつを拡張するとか隣にもう一個建てるみたいな感じでも。隣だとその干渉するとかどうかは分かんないんだよね。あ、そうか。あ、そうですね。そうだ。だからこの今反対側の方とかちょっと離れた場所にもう一個作って、うん、ガンガンここで攻撃しまくってエメラルドガッポガッポしたい。なるほど。ガッポガッポ。まあまあまあ、増えるにたくさんあるに越したことはないですしね、うん、良いんじゃないですか。確かスポンジはクラフト無理で海底神殿にしかなかった。ああ、やっぱそうですよね。ああ、なるほど。まあ違ってても誰も咎めない。あれか、大丈夫。てか海底神殿に行くためにスポンジが欲しいのに海底神殿にしかない。あれ、うん、そういうものよ。そっかそっか、そういうことか。うん、どうしようかな。アンデッド特攻一応取っとくか。いや、冒険するんだったらアンデッド特攻5、でもお値段次第かな。42。うん、値段次第。まあ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 、いくする価値はある。それがアンデッド特攻5。まあじゃあ交換しとくか。アンデッド特攻ってさ、ネザーの敵にも効くやつ、うん、ゾンビピクミンだからみたいなやつでしょ。あれは殴ったらダメなやつでしょ。そうそう、そう。でもそれをのなんかトラップタワーとかもあるから、うーん、そう、それとかにはあったらいいかなっていう。うん、はい。3アンデッド5。うん、ということで前田さん撤退準備しますか。はーい。魚取れた。魚取れた。うん、とりあえずまだ種類がいそう。大向いた。あー、トラもね、さっきね
グレーの色のおやつ見つけたんだけど種持ってなかった。これなんかエメラルド切れたから、ちょっとジンノさんのんあれのせいでベッドが吸えないじゃない。スカメラよし、これとこれでこれにして、で、こうして、で、こうして、なるほど。あれ違う。違うもん。まあまあそれちょっと死ぬ。死んではしないでしょ。死んでる、死んでる、死んでる。バグってる、バグってる。感じ。なんだシフトで降りれなかったんだが、降りれた。人がいねえと、これ俺のトラックも動いてねえからダメだな。常に人がいる場所に置いときたい感じ。ここ初期スポーンが生まれないのかじゃないの、ないのか、だからちょっと離れてるのかな。完全な初期スポーンってだってあそこだもんね、あの牛島だもん、ね、牛島だから、うんうん、そうね、あそこにゴーレムトラップを作れば、ああはい、そしたらよかったね。ダイヤのつるばしをねちょっと植えてて、ね、もったいないからちょっとね使っておきましたけどね。なるほど。え、前高さん砂がいるんじゃなかったんですか、もういらないんですか、間違えた。いるね、とりあえずあってもいいじゃん。とりあえずあってもいいね。ガラスはでも砂も持てない。え、そのためにこうチェスト付きのうんたらかんたら。じゃあいっぱい掘ろうか。うん。60スタックぐらい持っていっといて。60スタック。掘りすぎでは。いくらあってもいいんだから。確かに、まあ、あればあるだけね。使い道はある。耐久さんでしょ。うん。あれ効率強化ってでしたっけ。前回出しませんでしたっけ。強化出てもだよね。うん、出てた気がする。え、殺した。最強のダイヤピッケルを作ってしまう。ダイヤの。ダイヤの最強。素晴らしい。もうこれがあったらもうピッケル作らなくていいから。タコさん、はい、タコさん、失いたくないね、はいはい、失いたくない。このランタンの使い方知ってます？シャッて置くやつでしょ。そう、そんなゲートが元にできると思いで。ああ、じゃあいいです。いや、あれ判定厳しくなってる気がするよ昔は。無理じゃね、どうやって置くの。え、松明をさペッて置く。はたこさん下手すぎん。は、あ、左手に持って。あ、そうですそうです。まず左手に持つ方法を知らん。え、はたこさん左手使ったことないんですか。あんまないかも。おー、なるほどね。まあ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 、右手一本でも人間生きていきますからいいですよ。左手導入されてたトラ。昔から左手導入されてる。 E ボタン押してモズはずっと右手で出して右手一本でやってきたわ。左手が死んでいる。ハイタカモズ、人間腕が一本ありゃなんとかなるんだ。まあなんとかなるよね。まあなんとかなったしね。左手はもう添えるだけだ。こういうことで、こういうことしたらどうするの。どうやって解くの。え、な、あれがさ、何言ってんですか。左手に持ったよ、ほら。あ、持ったね。
だからこうしてこう、あこうしてこう。法律教科の本ってどっかにしまってある。できた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 。大喜びのハイタカモズをご覧ください。置いたのに機能しなかった今。たまにそういうこともあります。難しくない？え、もうタイミングタイミング。音ゲーとかやったことないんですか？リズムに乗れないタイプですね。音ゲーやったことないな。いや、音ゲーもやったことあるけど、できるこのあの指さばきとかあれは無理。あれはちょっともう人間やめてる感ありますからね。うん、本当に。何これ？ヤギ？ヤギだ。ヤギ。初めて見た。ヤギ。見てほしい。可愛いよ。連れてきてほしい。飛んでった。どういうこと？え、羽生えてるんですか？ああ、ゴートシミュレーター的なやつ。違う違う、ジャンプした。ああ、国立教科のやつって俺が交換したんだっけ。ちょっと見て、ちょっと見てってどこ。じゃ何、そんなに見せたい。そんな見せたいんですか。ディスコードね。うん、本当だ、角生えてる。え、そこ雪雪だね。あやかさん、え、何そのダサい格好。あ、やばい、死ぬ。今我々はタイガさんが投資するところを見せられています。見せられてる。これ今無限でこうなってる。もうちょっと下の方行けばいいんじゃない？右側の。ここに出たい。そうそうそう、そっちそっち。ああ、そこもか。これダメだ、抜け出せない。あ、下に砂敷くとか。逆にジャンプできないから無理じゃない？そういうこと、うん、ただただ死ぬのを我ら見続けるの。登れないんだよね。登れないね。ないね。うん、器具に怖いね。どういうこと？親切ってこと？あいやー、あれ抜け出せないでしょう。どうやって抜け出すんだろう。あ、当たった。どうすんだろうね。え、うん、どうすんの？わかんない。つければはわかんない。なんかやり方があるんじゃないんですかね。雪山怖くていけねえじゃん、あんな。また全部失っちゃった。まあ、いつものタイガさんです。すごい明るくなってる。やばいね。寝る？ああ、そうですね。明るくなってるっていうか夜だね。寝ておいた方がいいのでは？うん、これ死ぬもんね、我だね。うん、寝る？うん、寝る。はい。ふう。ふう。ふう。朝。うわ、スケさんが燃えてる。なんですね。ね。向こうでスポーンしてた。雪山行くときは革靴履いた方がいいって。革靴？うん。へえ。感じきみたいなことか。感じき。うん。なるほど。沈まない？沈みにくくなるとかすると。うんうん、そういうことだね。感じき。ないからな、革靴。革靴ないね。うん、全部失った。これ金属したか。鉄もすべて失った。そうだね。装備も。沈まなくなるんだって。やっぱ革の装備では持っとくと
よかったね。いいんだね。うん。じゃあ顔もちょっと大事にしないとダメってことな。顔って牛か？牛。うん。牛がここで役に立とうとは。牛はいつも役に立っているじゃないですか。神野さんの快楽のためのあれかと。違うでしょう。定期のためですよ。定期のため。まだ砂いる？まあ結構取ったからいらないっちゃいらないんですけど、今かまどが稼働してるんで、まあいいや。相田川さん先帰っていいですよ。いやだよ。帰れないっつってんだろ。そっか。何を言ってるんだ。神野さん、帰るときは一緒だよ。了解。今日のつる橋でしょ。怖いな。死ぬときは一緒だよみたいな怖さを感じた今。絶対逃がさねえから。心中だ。無理心中。シルクタッチってわざわざつける必要ないよね。ランダムでつくよ。ああ、確かに。いや、なんかさ、あれサボテンじゃない？普通にシルクタッチだけのやつがあれば音足りちゃうじゃん、それって。まあね。でそもそも高音さんがついてる時点でさ、シルクタッチは使わないね。まあ何でもいいや。とりあえずね、耐久3、効率5、保温3、修繕。いいね。パーフェクトじゃないですか。いいね、パーフェクト。掘りまくってくださいよ。ダイヤを掘るためにあるとしか思えない。ね、いけるわ。ダイヤを見つけたらそれで持っていくって感じね。うん。まあとりあえずでもね、耐久3以外はもう全部交換できるから。はい、高さん、はい、高さん。とりあえずあとは鉄さえあればいい。やば。これ怖いよ。家で来てる。え、探検してくださいと言わんばかりですけど。水に乗って。まあね。登ってこれなくない？いや水があるから登り降りは割と自由じゃない？なんか何が行ってみる？え、嫌です。なんだお前。なんだお前って何？なんだお前、だってまだ何の装備もないのにそれはちょっと危ないでしょう。道のさん、ほらこの流れに乗るだけで、まあ、そうですけど、いやまだ怖いなここ。確かにこれ何が出るか分かんないし、広いし、広いね、松明も少ないし、ちょっと一旦そう、松明がね少ないんだよ。あ、そうだ、石炭、石炭なあ、石炭掘りに行く。そうですね、ね、ちょっと石炭欲しいよね。幸運、石炭のために幸運が欲しいレベル。も貴重な資源ですわ。てか普通に木、これっぽくね。ああ、木炭、燃料のためだったらもう普通にあれだよ、溶岩バケツがいっぱいあるから。ああ燃料ならそうなんですけど、松明のためなんですよね。松明も木炭でよくね。木もないよ。いや、木あんだけ大量に。まあ、植えるのかな。大木、まあできなくはないけど、幸運取ってやる方が植えやすいかなっていうのと、なんだっけ、山どっかにないんですかね。さっきタイガさんがいたとこ山っぽかったけど。あ、山ね。山の方がなんか出るんでしょう、石炭。なんかね、俺ね、やってて思ったのはね、むき出しになってるのを探した方が早い。うん、そうだね。山にね、あったよ、めっちゃ。あれ、石炭じゃね？結構だからね、海の中とか見るとね、めっちゃ石炭あるからね。ああ、高さに関わらずってこと。うわ、そうそうそう。そうですね。とか、あとなんか、地表に近い洞窟みたいな。
落ちたら死ぬよね。いや、その石炭欲しい。あ、あれね。あれね。あれはなんか冒険者をおびき寄せる罠に見えな。あ、なんかちょっと待って、なんかさ流れたが流れてった。ん？なんだあれ。あ、廃校跡ですよこれ。あ、なるほど。レールが見える。いや、さすがにちょっとこれは怖えよ。まあそうですね、うん、もうちょっと安全な石炭を掘りたいね。安全な石炭とは神野さんが言った安全な石炭で、まあ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 理想を言えばそうなんですけれど、安全な石炭、船で動きながらなんか切り立った崖を見つけて、うん、そこに露出しているであろう石炭を掘る的な、ね、はいはい、目についたやつを掘る的な、そう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 、こういう形で。まずチェストを後ろに乗っけよう。そうすれば荷物が入る。どうしよう、これ一旦これ一旦ここちょっと放置しようかな。船を作る。で、作業台。あ、すいません、回収しちゃった。ちょうだい。よし、一旦この場所を覚えといて。軽減4は耐久3。よし、じゃあ、はいだかさん、ちょっと見つけに行きましょうや。ちょっと待って。何ですか、ね、何ですか。今、頑張ってチェストに移してるから。了解。え、頑張るようなことではないと思ったんですか。え、ちょっとちゃんとさ、モズが死んでもこれだけは残るようにさ。なるほど。そうですね。それは大事かも。そうです。大事でしょ。万全だね。そうだよ。いつも死んでもこいつだけは。うん。よし、OK。はい。どっちでもいいですよ。でもこ来た道山なかったから。そうですね。じゃああっち？うん。帰れる。一応ここの座標はメモってるし大丈夫です。本当？知らないよ。いや大丈夫です。本当？大丈夫？モズは開いてもいないからね。大丈夫ですけど、この辺なんか砂漠っぽくないですか？うん、そうなんだよね。砂漠って石炭あるんです？ないんじゃないです。あ、でも、山に行けば？山を目指せばいいのか？あ、これってタイガさんが言ってたメサじゃない？なるほどね。船から離れると船の荷物を失ってしまうので。メサのちょっと先に三角バイオームあるよ。ほう。ほう。じゃあちょっとここ迂回して先に進んでみましょうか。ですね。もしかしたらタイガさんの遺品が転がってるかもしれない。あ、多分ないと思う。相当遠い。こんなにですか。片道1時間ぐらいかかる。なんでそんな遠く行ったの。結構行ったね。帰る気なかったのでは。あんまりなかった。本当に死んで帰るつもりだったのでは。いや、ちゃんと帰るつもりだったんだけど。あれ、クモの巣？炭鉱ですね。それとあと寝た方が良いですよね、これ。だね。寝る。今ちょっと寝れないかも。あれ？
ジンドさん大変。はい。持つベッド置いてきた。のつる橋が切断しますわ。寝れる。はい、寝れた。はい。起きた？もうちょい。まだ。はいよ。起きた。はい、起きた。オッケー。あれ？ベッド回収してないモズ。今なら通り帰れますよ。あれ？で帰ろうか。無限のエンチャント本ってまだなかったよね。頭に刺さった。無限のエンチャント本ないんじゃない？ないね。この間なんかに使ったんじゃなくて。ああ、だからか。あれ釣りでゲットしたやつだもんね。あれね、あの炭鉱に。いや、ジンノさんが見つけてきたやつだね。廃鉱か。廃鉱に落ちてた。廃鉱にあったやつか。か。一応どうする？みんな無限が欲しい。欲しい。私はいらないかな。つか。まあでも。いざって時にしか。エメラルド5だから安いから。あ。つけてもらえると嬉しい。私は修繕派だからね。ホラー無限派、うん、まあ高かったらいらないけど。赤いベッドが見える。メラルド5だけだったらいいでしょう。そうですよね。あ、なんでベッド放置してたんだろう。作業台も放置してた。あ、これ作ればいいか。いや、いや、もう今来たなら。うん。よし。よし。すいません。はいはい。お待たせしました。オッケー。この村は荒らされてるかな？また村を襲おうとしてる。誰に荒らされてるんだい？ん？え、さっきどっち行ったっけ？さっきこっち迂回しなかった。え、これでいいのか。迂回しましたっけ。あ、してないしてない。え、してない。いや、した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 、うんうん、なんか穴が見える今。ほいで、さっきそこの、そこの途中になかったっけ。あー、ですねですね。あ、そうそうそう。んー、どうかな。廃校、廃校も石炭ありがちですけど。うん、そうだね。安全ではないですよ。そう、安全ではないのよ。ちょっと待った。はいはい。あれ、高さん、うん、なんでそんな遠いの今。石炭取ってたからだよ。ああ、言ってくれれば。これこのさ、色の違う模様の違う、これ石何？メーサーの、ん？え、何これ？え、何これ？レンガじゃなくて、レンガ。え、レンガ？水中にレンガあるんですね。うん、メーサーって、いらんかった。でもなんか、もしかしたらそのクリコットでテクスチャ変えられてるメサの。なるほど、確かに確かに。え、何何何何突っ込みすぎ突っ込みすぎ。何あれ何あれ。スポーナーが露出してるんですよね。やばくないあれ。フモスボーナーがもうこっからすぐ見えるという珍しいタイプ。